ジーナ・マンクーソはアメリカ合衆国のバレーボール選手である。ネブラスカ州ベルビュー出身。ジーナはPapillion-La Vista Senior High School時代にバレーボールクラブで活動すると同時にネブラスカジュニアバレーボールクラブで活動し、ユースレベルの選手となった。2008年に開催されたNORCECAジュニア選手権大会では優勝を果たし、2009年から2012年までネブラスカ大学リンカーン校ではNCAA 女子バレーボール選手権などで活躍した。2013年にプロバレーボール選手となり、プエルトリコのレオナス・デ・ポンセと契約した。同年10月にメキシコで開催された第1回世界 U23 女子バレーボール選手権では合衆国代表の主将として4位入賞に貢献し、自らもベストスコアラーに選出された。2013から14シーズンにはアゼルバイジャン女子スーパーリーグのラビタ・バクーに入団し、リーグ優勝を果たした。2014年シーズンからはポーランドリーグの MKS ドンブロバ・グルニチャに移籍した。2015年8月、ドイツブンデスリーガのドレスナー SC に移籍した。ジーナはスポーツ一家の出身である。ジップのマイク・マンクーソはアメリカンフットボールのプレイヤーで、ダラスカウボーイズやグリーンベイパッカーズでは QB として活躍した。また、実子のダニ・マンクーソも元プロバレーボール選手であり、ジーナと同じネブラスカ大学リンカーン校で2003年から2006年まで活躍した。ありがとうございます。